選手入場から選手入場から、今日はなんだケースカップっつんだっけ、なんで近藤園部カップね、近藤カップじゃねえんだ。出荷してるのは園部そう、あれ園部床屋さんと大工屋さんの大会です。大和田選手ガンキャノン、ガンキャノン選手入ってまいりました。ガンキャノン、ガンキャノン選手はここで一回優勝がありますからね。はい、得意としてる、得意としてるエリアです。ちなみに原草はあの男に負けました。この男に負けました。終始俺がリードしてたんだよ。だよね、うん、常に俺がリードして俺が投げるものを真似して釣ってたよね、あの男ね。ニョロで釣って最後トップで俺が まんま真似してきたよね、あの男ね。いやアピールしとかないと。クリタっつうんだ、あれクリタっつうの。最後ね曇るわ入れられてやられちゃいました。一応負け惜しみ。落ち着いたもんでした、クリちゃん。その様子、その様子ちゃんと収めてありますから。俺行けす、いやそんなんいらない。じゃあ送ります。まあアップするんで自分で。そんな負け戦いらねえぜ。ていうかちゃんと金魚を上げてもらわないと。いやいやいや、あんなのもうゴミ箱行きだよ。やって。ちょっと待って。入るよ。はい、入ってるよ。はいはい、お。嵐を。新井選手です。新井選手入場です。ちょっとちっちゃいね、本当ね。もうちょい人数少ない方が本当はね。でも基本ね、親睦大会なんで、やっぱ決勝には人数上がれた方がいい記念になるかなっていう大会です。あ、そうだ、誰ちょうど、そうそう、名前を、せいやくんでいいよ、ただのせいやくん、あれだよね、ツイッターやってるせいやくん。あ、そうなんだ、確かに。あ、そうなんだ、ポケモンではないんだけど、だいぶよっ、だ、あ、そうなんだ。ティムのネット使ってたな、そういえば。誰服とかもティムだから、ティムのかなと思ったら、俺今入場してきた人誰、オレンジ色の盾像、あやべえ、誰だか分かんない。もうこれ聞いてくるしかないよね、これ、うん、今のうちに取材へ。山岡選手お願いします。今日はやる気満々だって言ってたんで。お、中田パイセン来ましたね。え、関口は勝ち上がって本当はちょっと取って試合もしたかったけど、ちょっと4本目が出せなかったな、くそ、本当に。まあしゃあない。あれ、この手前なんかあと2人入れんじゃない、コーンの両サイドだから。お、山田さんが、サフリブ山田さんが栗ちゃんの隣に入ってまいりました。でもこっちばっかり、茨城ばっかり、茨城支部とか、そうそう、まあまあまあ、もうこっち地元の人なんで。お、ギリギリ山田さん入ってるかな、入ってるね。コーンの左右、そこがいいな、コーンの右、山田さんの隣入んないでほしいな。微妙にカメラが収まらない。今関口が入ってきましたね。茨城県民何人いるんだろう、これ。1,2,新井さんって茨城県民じゃないよね。あれ、栃木。それで関係のパイセンショ。酒井さんは、あれ酒井さんじゃねえか。あれ酒井さんじゃねえや。違う。酒井さんかと思った。やべえ、バカな茨城県民が、バカな茨城県民が、茨城の程度が知れるなあれな。ゆきちが入ってまいりました。動画 OK かまで聞いてきちゃいましたね。いや、もう、あ、さすが、許可取りまで、 OK です。基本ね、あ、ハラック動画ですね。もう許可取らないから。取れ。怒られたら謝る。
あと怒られたことはあんまりないくはないな。なくはない。じゃなきゃトラキンがあんなことにならないんで。結構狭くない住人。そうですね。あ、これで箕浦さん入ってきたね。箕浦さんどこ県民だろう。茨城？あ、福島？あ、かもしれない。ね、根本さんと組むから、うん、根本さんまだ入ってないね。根本さんがドンケツだ。根本さんが最後、俺が審判、12番だ。え、これ何ローテは何、これで3つずれだって。3つずれなの、うん、いやー、切ずきつよ。あれ、箕浦さん一番手前入りそうな、嫌な予感しない？嫌な予感しない？ちょっと待って、ちょっと待って、入るかな、収まるかな。バックすると、あー、ビリギリギリ入らねえか。ちょっとこっち向ける、こっち向けて引く。ここで12。こんなもんか、こんなもんだね。やべやべやべ、12分3ローテです。 KS カップ第3回ですね、これね。過去1回目はなんかツイッターで見てて、2回目はなんかやってんなと思って声かけたよって言ったら、今年は声がかかりました。どうですか、スコアラー AD さん、どうですか。準備8割ですよ。せいや、ゆきち、関口、中田、誰だっけ、菊池、あー、根本いた。いや、なんかいたよ、真ん中で。N 本、大事なの。え、N 本さんの手前誰、あの人、根本、三輪さん、三輪さん、三輪さん、三輪せい、大和だ、新井さん、クリちゃん、山田さん、箕浦さん。あ、箕浦さんが微妙にあれか。放流戦だからいいね。ね、放流戦だから、そうだね。スコア大変かもね。とりあえずもう全集中でスコアつけてって。まあ多少あのギリギリ、あの微妙なのはもうお任せするんで、判断に。なあ、放流戦やりたかったな。釣れるよね、絶対ね、これ。ね、これでさ、どこに魚たまるかが分かるよね、こんだけ眺められるとね。まあ、日によって違うっちゃ違うんだろうけど。こっち、あの、さっきの放流。で、今日は1回戦、前日放流は林養魚場。2回戦は多分違います。2回戦は、そうですね。あの、1回戦の途中で当日放流したやつね。あれ絶対林じゃなかった、俺釣ったけど。もう引きが全然違う。お、新井さんが、お、ゆきちも来てるよ。あ、みんな来てる、やべえ。はい、オッケー、はい、ゆきちもオッケーね。新井さん、クリちゃん、山田さん、山田オッケー、うん、これで大和田さんがバラして、丹羽さんだっけ、丹羽さん、クリちゃん、またかな、またなの、これ。これで新井さんが回った、新井さんまただよね。この辺だね、完全に。そうですね、関口とか静かだもんね。でも、ゆきち1本釣ったか。お、根本さん釣ってるよ。はい、根本さんはさ、なんか決勝でさ、放流タックル貸してくれって言うから取りに行ってきたらさ、いや違う、自分の取り行くとか言いやがってさ、本当に迷惑な話だよ。今日、車遠いのに。え、中田パイセン、ガンキャノン、大和田氏、新井さんが3本目、中田、うん、入った、中田パイセン入って、ガンキャノン、大和田で、クリちゃんかかってるよ、クリちゃんかかってる。あんまインレッドダメだね、インレッドいねえわ。お、中田くんが、また中田パイセンが来てるよ。いや、いいな。山田さん、林っぽい？林ですね。林？お、これは山田さんが言うなら間違いねえ。前日が林で、途中放流が林じゃなくて、で、
あ、中田君はあれどうだろう。大和田さん、あと新井さん。新井さんいいね。うん、新井さん4本目。大和田さんもいいよね。大和田さんもいい。真ん中、あの2本目。新井さん4本目。あ、庭さん、庭さん、庭瀬さん。お、諭吉もかけたよ。庭瀬さん、庭瀬さん。あ、山田さんもかけてる。山田さんもかけてる。やべやべやべ。山田さん、庭瀬さん、諭吉、新井さん。新井さんすごいよ。うん。で、今落ち着いた。お、新井さん落ち着いたよ。日本差つけてる。お、誰だっけ。え、菊池さん。菊池さん、菊池さん。あー、うーちん。あれがティモンのネットだったらな。あ、ティモンだ、あれ。やばい。ティモンじゃねえかな、あれ。ティモンだったら入ったのにな。今日俺何回言ってんだっつうね。相当ネットインするたびにティモンのネットいいな、ティモンのネットいいなと。ステマ攻撃っす。完璧です。お、クリちゃん、クリちゃん、クリちゃん手前。 OK、 根本さん。林なんだね。林っすね。でも手前であんま走らないね。はい、根本さん。はい、なかったパイセンがまだ入ってない。今入った。新井さんと和田さん。あ、割れた。いや、釣れるね。釣れるよ。いいな。ミノさんがどうだろう。真ん中よりちょっと手前がいいかな。うん、そうですね。新井さんのところらへんが。和田ちゃん、クリちゃん止まっちゃったけど。まあ、でも、でも多分パタッと止まるんだろうからね。お、菊さんか。まあ、3ロートやるからね。まず。うん、交流ファースト4、5本取りたいね、これね。関口さんがまだあるんですかね。まだ、はい、場所か。新谷さん、三浦さんがまだ。あ、で、新井さんかけてる。お、新井さんめっちゃいいじゃん。トップじゃない。5本目。いや、もう7本目。7本目。はい、山田さん、山田さん。はい、新井さん、オッケー。もう忙しいね、これ。はい、クリちゃん、クリちゃん、クリちゃん。やっぱその辺がいいね。そうですね。新井さん近辺、明らかに。お、あ、違うか。これね、やっぱイン、新井さんも入れ食い。あの辺溜まってるわ。これはちょっと釣り座が違う。もう関口なんかこっち見ちゃってるもんだって。釣れなくて。関口さん、余裕ないか。関口頑張れ。菊さん、菊さん、菊さん、根本さん、大田さんもかけてるよ。山田さんもかけてる。で、新井さんもかけてる。やばいね、これ。え、新井さん、山田さん、山田さんで、菊池さんだっけ。菊池さん、大和田さん、大和田ね。で、根本さんが今かけて、あ、放流タックルにしたからバレずに入るよ。間もなく入る。あ、で、インレットが新井さんまた来た。え、もう来てんの。うん、新井さん来た。やべ、新井さんあるよ、これ。根本さん、つまってる。根本さんね、ちょっと、はい、根本さん、林の大物に。ああ、林なんだ。でかいね、走る、あれ林や、あの走るのは。林やっぱやばいね、林養魚場は。お、和田ちゃん。おー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 。和田ちゃん、根本さん。和田根本。で、一番いいんが聖也くん。オッケー。で、根本さんまだ入ってないよ、あれ、2匹目じゃないよ。はい、オッケー。そこまで大きくないんだけどね。やっぱ林のお魚はトルクが。お、クリちゃん。クリちゃんと新井さん。新井さんやばいね、もう10分ぐらい行くんじゃない。もう行ってる、これ10分ね。はい、クリちゃん、オッケー。クリちゃん、オッケー。もうこのリードはでかいね。でかい、かなりもう。あ、絡まっちゃったのかな。絡まっちゃ、新井さんね、絡まっちゃったんだ。あ、それどうなるか。お、菊さんだっけ。あ、いるいるいる、大きめ。お、ダメかな。どうした、絡まった。操作した。タイガーキャスト、タイガーキャスト。はい、オッケー。で、菊池さんだっけ。菊池さん、にわせさん。あれさん、今。お、ゆきちが来てるよ。関口さんがまだなんだ。どう、おお、来た。そしたら来たよ。群れが、ちょ、小群れが回ってきた。おお、一番、あ、インガーダメか。にわさんもまだ。ゆきちょっと。お、関口が、大丈夫。はい、オッケー。待望の1本目。そうですね。まあでも、ちょっと、だって10本でしょ、新井さん。うん、無理だよね、もう。まあ、だから、関口さんはほら、
じわじわね。前々回だから、まあ、感じから2連覇してんじゃなかったっけ、あいつ3位にまで入って本堂カップ。あ、そう、去年ね。あ、かかってるよ、かかってるよ。誰だっけ、ニワスさん。これはあれだね、新井さんがバラさずに取ったのが、うん、いいね。まあ十分魚いたけどバラさなかったもんね。あそこでバラし、林だからバラす可能性があったから全然 OK ですよね。寄ってこないもんね寄ってこないもんね。あそこで走ってんの、ここで、こっからまた、あ、大丈夫だ、 OK、 はい。だんだん落ち着いてきたね。ミノルさん悪い場所入っちゃったね、これね。お、やっぱあの辺いいね。新井さん近辺、新井さんを軸に両サイド。そうですね。まあ、これで大田さんいれば1位。はい。十分。1位新井さん、2位大田さん。大田さん。おお、瀬口来たよ。瀬口来たよ。やべ、風が出てきちゃった。はい、OK、 出口 OK。 まあ、これはもうちょっとあれだね、だいぶ大差離れちゃったから。そうですね、3位どうにかって感じかな。ただ新井さんがちょっと止まってる。でもまあみんな止まるんだろうから、こっからのあれだね、難しい。止まった夏場のカンカン照り、おっ、クリちゃん来た。カンカン照りので、ちょいにおりのじわりじわり合わせてくる。はい、OK。 新井さん10本、クリさん7本、クリちゃん2着。2着。小和田さんが6か。意外と6か。やっぱ新井さん抜けてんね。さっきずっとつてたもんね。お、パイセンが長ったパイセン来たよ。美濃浦さん、もう始まってますからね。始まってますよ。え、もう試合始まって、あ、大田さん来た。アウト？アウト？大田ちゃんアウト？アウト？アウト？アウト。アウト。バツバツ。お、潔い。茨城県民そう潔い。ね、人ばっかりいられてるね。おお、来たよ。やっぱ潔いからね。やっぱ真面目はね、素直な。素直だね。やっぱ金の斧と。昨日ので、はい、OK。 昨日のこれで2体、2体7本。クリちゃん、あ、結局あそこの3人じゃねえか。ね、もろに村が出たね。何にもないけどね。お、山田さんが、お、根本さんも、はい、OK。 もう山田さんなんかピーに、ピーまで行ってないか。お、やっぱあそこいるね。根本さんが今、山田さん入れた。あ、山田さん入れた。これで、はい、はい、はい、あ、ダメ、陸上げ。ちょっとリズム狂ってるよ。根本さんが大物ばっかっていうか、林の魚ばっかかけてんね。はい、OK。今単独2位だったんでね。ちょっとリズム狂ってる。2匹連続。どうですか。いや、インガーちょっとダメダメだね。根本さんとこまでだね、なんかギリ、完全にそういうことだよね、うん、逆にさ、大和田さんなんて次あたりはもうインに入っていくから辛いね。でもさ、もう堀漁がいなくなっていくからね。お、山田さん来た、山田さん来た、はい、もうフィーかな、あれチャンスだと思う。1号いいかな、ちょっとオレンジメッキみたいな、オレンジメタみたいな。違うかな、シャースかな、フィーか。おお、はい、新井さん OK。 新井さんもう行っちゃうね、これ。お、一番せいやくんが、はい、山田さん OK、 せいやくん OK。あれどう、フィーより大きいか、どう、見えないか、あ、ちょっと大きいかな、シルエット、うん、フィ
お、小川さんまだ釣ってるよ。あ、抜けた。ちょっと調子落としてきたね。はい、第一ローテ終了です。ここでトップが、まあ、スコアつけるの大変だな。これでいいや。はい頑張ってますね。こんなんです。過去一頑張ってます。よく頑張りました、はいはい、新井さんが圧倒的11本、ビリはミノルさんが結構。いや、これからだから。これがそう、まあ、ねえな、ねえミラクルだな。こっち来るからこれでどうかだよね。でもサイアウトはやばそうだもんね。そうですね。セグどこ？逆に残ってるのか。サイアウト？じゃね、ほら。サイアウト。セグそこ。これが地獄だったんですけど。いや、ここも地獄。ここゼロだよ。マジマジ。そ、諭吉の右あたりからが釣れてん。もうね、今日はあの魚の村がよくわかるよ、今日の動画は。どこに魚がいるかが。さあ、関口が、美濃浦さんが何もなかったもんね。合わせも入れてなかったもんね。あ、美濃浦さん一番絶好調、絶好調席じゃん。あれ、新井さん席じゃねえの。そうですね、下手したらね。ただもういないよね。放流魚はもういないけど、てか一本釣りたいよね。そうですね。まずはまず安心の心にゆとりが欲しいよね。やっぱこんだけ広範囲でやっちゃうとやっぱムラが出ちゃうってことだね。しょうがないっちゃしょうがないけど、まあまあガチガチ大会じゃないんで楽しみましょう。おまけにあんだけムラになるってのも分かったし、いいサンプルが取れました。必ずしもあそこじゃないんだろうけどね、やっぱりいい場所が。まあ、トラキンなんかはね、決勝は大人数でやるからね、それと同じようなもんで。お、根本さん。お、根本さんがうっさあたりか。アッパーポジションで構えて、根本さんそれで最後一番こっちだ。なるほど。はい、オッケー。もうスプーンじゃないっしょ、さすがに。おお、美濃浦さんが。美濃浦さん。やっぱいいのか。美濃浦さん、美濃浦さんナイス。オッケー。オッケー。安心しました。やっぱあそこいいのか。うん、やっぱいるね。何があるの。だってオレンジメッキの大きめだもんね。うん、そうですね。で表層巻いてるもん。ああ、やっぱいるね。だからあそこやっぱもう新井さん圧倒的だよね。あとは2位3位が新井さんをまくれるかだな。それにもうかかっちゃってんじゃね。2位が7本が3人か。あ、だからそこがどうかだね。やっぱスタート以前勝そこのあの2番目からの並びで。さあ、ここで残り24分。ああ、もう止まってきた。放流魚はだってもうどう考えても今日の放流はパタッと止まるパターンばっかだったから、あんまり追っかけない方がいいよね、スプーンで。ましてこの時間だしね、もうクランクの方が絶対に釣れたら聞いてみよう、何って。聞いてきます。関口が首かしげてるよ。関口何投げてんの？オッケー、夏っぽいね。2連覇立てないんだよ。3連覇じゃねえの？2連覇？近藤カップ。1回目はダメだったの？1回目は。あ、え、今回3回目だよ。うん。あ、1回目永田くんじゃねえか。そう、今回3回目って言ってたよ。うん。だからその前に1回目があんだよ。1回目、確かに永田くんが。ダメ。あ、止まりましたな。もうぶっちゃけ連覇ならずだよ。
トップ11本だよ、だって11 今がっかりしたでしょ、がっかりしたでしょみんなで今11本って言ってたもんね。あ、いいですね。だからね、どうにか表彰台狙い、3番手に入れるかどうか、そんな狙いで。2位が7本3人、うん、2位が7本3人だから。関口何本？関口さん2本、2本か。関口さん2本だよね。いや、だから地道にポツポツ行けば3着があるかもしんない。あ、よかった、落ち着いた。よかったって言ったらあれだけど、落ち着いたわ。もう一気に止まる。いや、だからいりゃ食うけどってやつだよ、ね、で、セカンドからがいないんだよね。これは面白い。あ、釣ってない。誰だっけ、菊さん。菊さん、菊さんだっけ、菊さんだっけ。あ、そうです。場所が変わったから。え、庭、あれ菊さんでいいの。知ってるよ、知ってるよ。あ、大丈夫大丈夫。あ、間、林っぽい、林っぽい。手前、手前で頑張る林。トルクフルな。本当トルクフルなって。やばいよね。あ、山田さんが、お、単独に。はい、山田さん。はい、オッケー。岸さんもオッケー。山田さんがもうフィーなんじゃないの、あれ。いや、ジビ山田なんじゃないの。あれすごかったですね。あれ聞こえてた。今日ね、1回戦も釣ってたんだよ、ジビ山田で。ほらほらほら、 GB 山田早く再販してあれすごい。あ、これいいじゃん。このまんま行ったら周囲もあるよね、はい、おお、クリちゃんも来た。クリちゃんも来た。クリちゃんも7だったんだっけ、うん、はい、クリちゃんも OK。 クリちゃんが8で山田さん 9。 お、いいね。11、9、8。じゃあ、ね、はい、お、全然わかんねえじゃん。あれでもちょっと待って。さあ、茨城の2-3だね、今ね。奈良さんをまくれるか、栃木県民奈良さんをまくれるのでしょうか。前は分からん。いや、でもカンカン照りだけどさ、そこまで暑くない ね、 そうですね。やっぱ山だからほんまや。でしょ、うん、全然違う。もうさ、死にそうなんじゃ、こんな。キングの時と違う。こんなカンカン照りだったらさ、かやっぱさ、やっぱこう、なんだっけ、井戸が高い、井戸が高い、井戸じゃねえよ、標高、井戸じゃねえ、標高高いから、ね、お、菊さん、釣ってるよね、じわじわ来てるよね、はい、菊さん、ああいう一本がね、順位に響くよね、菊さん何本目なの。菊さん5本目。お、あ、いいじゃん、まあまあ、まあまあ、いいとこ来てる、じわり、じわる、じわる山子、じわりたいわ、俺も、じわる山子、もう一本、ね、あ、お、永田くんは釣ってないか、下狙ってんだね。そうなんだ。さあ、スタートダッシュ的な絵は良かったけど、第2ローテから静かな絵に変わってきちゃったな。今日はね、何が釣れてたかっていうと、まず放流は普通に釣れてました。別にドーナーでもいいし、うん、ただ林だったんで、ちょっと強めのタックルの方がじゃないと寄せらんないよね。エステルも03じゃ怖いし、エステルのいくつ、レオン、035か、035。俺ナイロン3、よかったわ今日もナイロン実によかった。035でクロロ2ポンド使ってました。え、クロロ2ポンドとエステル035。お、シーさん、ナイロン3が良くて、山田さんにね、ちょっと途中まくっていけっかなと思ったら追いつかれて、サドになったんだったかな、なんなかったんだっけ、なんなかった、ね、ラスト5分切ってから1本釣られて負けちゃいました。ただ2勝の3人でサドンは俺と山田さんが山子さんに勝ちました。その時は2号池で対岸のシェードの中に俺はスマッシュぶっ込んで一撃でした。チャースフィー0604投げて追ってくるけど口使わなくて、もうこれは俺には無理と思って、でスマッシュをあの木陰オーバーハングの下に投げたら一撃でしたね。さすがです。あれは良かった、早めの見切り良かった。あのままスプーン投げてたら死んでたな。山田さんは多分シャーズフィーで、あの時も GB 山田でね、2、3投で決めましたね。やっぱ GB 山田欲しいな、来年絶対買おう。おっと、ゆきちが食べすぎ
グランデ、グランデ、イキシグランデ、バンナ、バンナ、14、17、やっぱ飛距離出したい感じだね。あ、飛ばしてる。あ、そうっすね。やっぱあの、ニワスさん。何本目？4本目。あ、なるほど。ユキチさん、お、ユキさんもボトムやってる。ボトムやってる。もう手段が魚いねえって感じだ。バカねえ。いやでもあれだよね、2号はニョロがね、桜、ね、ニョロ、うん、いっぱいは釣れないけど、うん、でもあれはあのシェードの下の溜まってるやつだから、うん、でもあの辺さ、クランクで、うん、いや今日ね、Dクラパターンがあったんだよ、釣ったじゃん。で、それ見て糸木さん、真似して一撃釣るでしょ、はい、原木さんの色ごとパクりましたって言ってたの、うん、あれはフックもパクったって言ってたからな、ST8 いや、近寄ってきて、ね、原木さんのパターンパクって一撃で配布上がりましたっつって。やれた。いや、俺もだってこっちだったらもうあれで釣る気満々だったから。そっか、こんな配布なんですか。で最後だってあの 最終試合調整してたもん、かけないように、見せないようにしてた。やばい、これありはあるわと思って。で糸久さんはさ、俺とほら対戦してたから、はい、見てて感じちゃったんだよね、多分。あれ釣れんなっていうのが、そんな交換あった。上目っていうか、ちょい下、晴れたらちょい下で、うん、遅め前か。Dクラはデッドスローは潜んないから、うん、基本。あ、キキさん、キキさん、Dクラロッド横でデッドスローは沈まないんですよ基本、はい、浮力が強いから、はい、で陰ったらもうこれで日が出たらちょっと沈めて、結構じゃ強い当たりですか、持ってるような。いや、ゴーンと、あら、最高やな、これ当たりだわと思って。いや、いっぱい数は出ないけど、まあ渋いながらに何本か出せそうな、あれはパターンだったな。あれを、だ今ここもそれやれば、ましてあのシェードの中にDクラ突っ込んで、上とちょい下引くの。あ、でも関口あそこめっちゃもう引っかかりそうなところ。関口、俺はDクラ投げてほしいな。おい、はい、いいよ、いい絵が撮れた。お、なかった、パイセンがじわりじわる、じわってる。いや、声かけられてからバラすかもしんない。ちょっと左目のインレット沿いかな。まあそこはしょうがないね。はい、OK。でも赤の放流の引きほど引いてる感じに見えないんだよな。根本さんだけだよね、なんかこう。あ、そうですね。なんか魚に走られてる感じはね。でもまあ山田さんが林って言ってたから、きっと林だ。シャーズヒーも出なくなっちゃったね。いや、俺ここちょっとDクラ投げてほしいな、マジで。Dクラでもうデッドスロー表層とちょっと早めに巻いたちょい下、そう織り交ぜながらね、そのどっちかをやってもらいたいな。お、ネモさん、お、ネモさんが。でボトムは魚いないよね、あんまね。うん、いなかったですね。いないよね。はい、今入った。なんだ、ちょっと細長いの地桜だな。地桜っぽい。ああ、十分は十分。地桜だよね。いや、ニョロもありだよね。いっぱいは釣れないけど、ね、準決勝手が。じわじわ順位は上がっていく感じだよね。いや、ここはいいかな。あんまスコア、ここは多分スコアつけられてると思う。が三本差。あ、二本差。一と二は二本差。ね、面白い。いずれにしてもあの辺の3人か。小和田さんが止まっちゃったか。そうですね、小和田さん、新井さんも止まっちゃったから。山田さんがじわじわ。新井さんがそのまんま逃げ切ったら笑うね。ありえる。あー、どうだ、一郎手目の放流で逃げ切りみたいな、あとデコデコみたいなさ、それまた面白いね、笑っちゃうね。新井さん完全にそしたら場所だよってみんなに言われるよね。場所勝ちだよ。でもさ、どこ端。ここ地獄、地獄。端、今2人入って0-0、0-0。
放流ラウンドもゼロだからね。関口もつながってる。さあ高萩を得意とする高萩マイスターの根本さんが00の席で釣れるのでしょうか。いやいやいや高萩マイスターですよ。東北マイスター。あれが止まってたな。止まってるよね。釣ってないよね。あれ山田ちゃんが、山田さんがポッ、山田さんが9で2着、そう日本差だから、はい、ワンチャンあるけど、でもこの活性だと1匹だね。きっとね、山田さんも。で、荒井さん、え4本。はい、来ました。いや、その、多分ニョロニョロしたのがいいんじゃない。ちょっとネモスさんさ、D クラやってよ、D クラ。D クラ。D クラの上目と、上目とちょっとした。あれ、まずは何、まんじゅうから。あ、まんじゅうもいい。でもちょっとまんじゅうじゃ早いかな。はい、最終ローテでーす。今んところ、スタートダッシュを完全に決め切った新井さんが11本。お、ゆきちがじわじわじわってるよ。ああいうのがきっからね。これで2位が山田さんが9本。これゆきち何本、5本。え、いるの、やべえ、この釣り座初。いつもの妙さだ。やべえ、まんじゅうの魚がいっぱい残ってんのか。危ない。あ、ティモンだから、ティモンだから入るね。妙さん、マジじわり一頭で釣ったよ、あの男。いっぱいまんじゅうフィッシュがいれば表彰台までいける。根本さん何本？8なの？あ、多分8なの。8。お、じゃあ全然あんじゃん。もう最終ローテだもんね。そうですね。今ね、3位タイぐらい。うん、3位。そうだよね、9が2位だから。そうですね、はい。お、あ、そんな釣ってた。じわじわ釣って、あ、最初のローテもあっちで釣れないとこで釣ってたんだ。そういうことか。お、一番奥。村瀬さん。さんが。はい、オーケー。オーケー、オーケー。新井さん頑張ってって大声で言いたいんだけど。3位タイか、8本。違う、3位タイが2人、3人か、クリちゃんと2人、大和田さんは、あ、7か。そういうことね。根本さんが釣りそうだね。なんか、お、ゆきち釣ったよ。ゆきちがじわじわ。お、関口も何使ってんだろう。はい、バンナー17つってたか。で、関口がニョロか、違うな、スプーンか、フィーじゃない、違うな、フランクだ、ウッサだ、ウッサ、まんじゅうまんじゅう。やっぱ結局や、あのシェードから引っ張ってこないとダメなんだよね、結局は。日差しが強くなればなるほどあそこに溜まっちゃうか。クリちゃんも静かになっちゃったな。ちょっとメリハリがありすぎるな。ちょっとネモさん釣ってもらわねえと。さあ、大和田さんも止まったよね。お、長田バイセン釣ってるよ。中田君は BF レーナーなかな、違うか、フランクだね、ウッサだね。違う、ウッサっぽくね。ウッサのベリー食ってんじゃねえ、あれだから外れねえんじゃねえ。ウッサかな、ウッサじゃない、ウッサじゃない、飛距離はウッサっぽいよ。ウッサだね、あれ。
てか黒まんじゅうだねあれは。ああ飛んでるな。ああ飛んでるね。ブッサも手前、だいだねもう。おっと2連発。あれ赤田くんは今何本目？皆さんは今6でこれで7本目。ああじゃあ分かんなくなってきた ね、 ね。ちょっと3位が見えてきた。はい、はい、OK。おじわってるね。あ8が3人か。8人。あで7が2人か。7 2人。7 2人じゃない。おやっぱ3位争いが。うん、3位争いが。1位と2位も惜しい。なんかね、うん、なんか近いんだけど。おデイクラ投げてくれたかな。違うか。なんだろう。ワウかな。貫通止まった。止まった。おお、スイさん。お、頑張る。うっさか。まんじゅう。いずれにしてもさ、あの辺釣れるよね。うん、そうですね。結局は、結局はあの辺。あ、一番。ミヤさん、コツコツ来てない？スタートが悪すぎたんだっけ。はい。ミヤサイさん、オッケー。まあ、でも6本目、ね、瀬口 6? 宮さん 6? 宮さん 4, 宮さん 6? 時間がちょっと足んねえかな。もう5分ぐらいっぽいもんね。そこで、ね、あとは3位。あでも2位が誰か1本って言ったらあれか11988。そうですね。あれミノルさん1、あよかった1本釣れてもう笑ってますよ。さあ山田さんも1本じゃ追いつかないのか。でもこの状況で2本釣るのきついね。短時間にあれだよ予選の時のマグチの感じか。いやーディークラパターンやりてえなー。あ今自作らか。自作らもなし。ワウだね。実白旗っぽい気もするね。白旗っぽい。あ、実っぽい。あ、埋めてるね。お、釣れてる？釣れてないか。止まった。お？いや、俺はディークラー投げてもらいたいね。いくら俺のパターンを俺のっていうのも変だけど。お、菊池さん、菊池さんが5本目7本 目, 7本目分かんないね。9まで行かなきゃいけないんだって。8まで行かなきゃいけないんだ。菊池さんあともう1本、もう1本釣ると面白くなりますよ。お、クリちゃん、あ、クリちゃん9、クリちゃん9。あ、クリちゃん9つってやばいんだね。うん、クリちゃん2つ。あ、まだまだ。キキさんあと2本に変わりました。キキさん頑張れ。急に今情勢が1本じゃ足らなくなりました。根本さんも足らなくなったんだよね。そうそう、そういうことだね。そういうことだね。うん、9、9になっちゃったんだね。11、9、9で、8が8が2人か。根本さん一人か。ああそういうことか。だから4位なんだね。4位になっちゃったんだね。単独の。だから2位3位差どうになっちゃったらあんま面白くないんだね。お、クリちゃんつってね。あの曲がり違う、回収か。動画止まってない。やっぱ今日あんま暑くないから動画止まんないよ。やっぱ暑くないもんね。やっぱさ違うよね。違いますね全然。おネモさん釣ったよ。さあこれでただ今映ってねえな。これ映ってるか。これでまたクリちゃんと並ぶのか。そういうことだよね。あ、そうそう、クリちゃんやめちゃったから、はい、でまた元に戻ったんだよ。11、9、9、2、3、4、11、9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 
999か。999。面白くなったわ。あ、ゆきち、ゆきち。あ、お、お、オーナー来た。久々に。あ、来たの。あ、面白くなったよ、999は。あ、まあ、まあ。ネモさん、2位タイ。2位タイ。サドンだよ。よ、3人。2位、3人。下手すると4位、4位ってやつ。すれば単独。日本で首位タイ。の残り3分。ネモさん、強そうだね。うん。1本で追いつくのか。2本。ああ、2本積んなきゃいけないんだ。2本でタイ。1本だと2位単独。ただ9が4人いるから3人か。3人か。クリちゃんと山田さん。さあさあ結末が、はい、これはもう新井さんの第一ローテ逃げ切り全てだね。2ローテ捨てないですもんね。捨てない捨てない。お、ゆきち。お、ゆきちが新井さんが。新井さん9っすよ。え、新井さん9のまんまなの。 9？ はい。マジマジ、うん、スコアは全然違うじゃん。じゃあもう中川さ、新井さん1ローテ目ででも9本して。本当マジ11になってんだけど。9なの。マジで。じゃあ9が今5人ぐらいいるの。99。いや5人いない。4人。山田さんと新井さんと栗田くんが9。根本さんは。あ、根本さん8。 8？ あれ根本さんだいぶ違かった。もう1本積んなきゃダメ。覚えちゃう。中田くんが7。あれ、中川さん。マジか。確かにでも1人で12人分のスコア付けは。いや間違えなかったと思うよ。いやでも結構声出しながらやったんだけど ね。そうそうそう。なんだ、じゃあ新井さんもうダントツトップかと思ってたけど違うんだ。あれ結構ちゃんとやったんね。うん、やった。でも後ろでマンツーマンでやって。そうだよね。さすがに。あれ、じゃあ何今9がトップで3人。9がトップで3人。3人か。面白くないね、それじゃ。だからちょっともう1人いた方が面白いよね。トップ3から落ちた方が。ねえ、ワンツースリーサドンなんか面白くもなんともない。だから残り1分ですね。そう、だから根本さん、はい、残り1分ぐらいです。あ、いいね、来たよ。来たよ。フレンドリールールが来たよ。こっからが何分かかるか。フレンドリールール。海外のサッカーの試合から。もうロスタイム長いから。長い。ロスタイムは主催者の気分次第。だから根本さんが1本釣れば多分すぐ終わる。逆に短い。その間にさ、9匹の人たちが釣っちゃうとさ、つまんなくなっちゃう。やっぱ是が非でも根本さんに釣ってもらわねえと。これはそうか。なんだ、じゃあ結構ちゃんとスコアつけてた風だけど、これまたこうなっちゃうか。一回止めて集計か。ああ多分ね。 あでも止まんないんだ、その上次第だから。終わんないんだよ。あと1分ぐらいだから。アバウト、アバウト。おお、新井さん釣ってるよ。おお、これ単独だよこれ。おお、やったね。決めたね。決めたかも。バラさないよ。危ないよ、林だよ。頑張ってるね、林。はい、10本目。これが10本目か。スプーン？クランクか。クランクっぽいね。あれ、スプーンかな？クランク？ワウかな？ワウ。ウッサーじゃないね、あの距離はね。ワウか。ゴリラ。あれさん来たかな？もう1分経ったよね。ぐらい。1分前ぐらい。フレンドリールールを継承してます。おお、何だ、だ、だ、おお、お、何本目だっけ？8本目だっけ？九？八？八。八だよね。八だよね。これまた絡ん、でも九がいるんだよね。
菊池さんもう一本、もう一本釣ると面白くなる。面白くなる。10秒。さあ10秒は多分3分ぐらい続くから。おーおーおお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 おあれか、新井さんが単独で9が山田さん、栗田さん、根本さん、さん根本さん根本さん8って言って釣ってないから 8? あ、じゃあ1本足らなかった。根本さんここ9になってんだよ。だから2、3位サドンで終わりだ多分。はい、以上です。終了です。